艇から撮影したソマリア沖の海賊 AK-47 やその他の自動小銃 RPG-7 などで武装しているアデン湾ソマリア海賊に制圧された中国の漁船天広島8号アメリカ海軍によって撮影されたソマリア沖の海賊とは。 アデン湾とインド洋のソマリア周辺海域で発生し、国際海運の障害となっている海賊。1990年代初期にソマリア内戦が始まった頃から目立つようになり、近年に活動が活発化して、スエズ運が、航海を経由し地中海とインド洋を往来する、年間約2万隻の商船にとって大きな脅威となっている。なお、一口に、 ソマリア沖というが、事件の多くはアデン湾で発生し、2008年に至っては、そのほとんどがアラビア半島のイエメン沿岸というべき海域であった。1991年以降、ソマリアには、中央政府が存在せず、一部地域を除き、治安が不安定の状態が続いている。これに伴い、ソマリランドとプントランドが面するアデン湾は、 海賊行為が多発するようになった。国際商業会議所国際会事局の調査によれば2001年にインド洋側でも海賊による襲撃が報告されるようになり、2005年に至って多発し、インドネシア周辺海域に次いで海賊行為が多い海域として急浮上した。 以来2007年まで上位5海域に位置づけられ、沿岸から再延で390海里まで達するソマリア拠点の海賊によってアデン湾も含むソマリア周辺海域は船舶航行にとって非常に危険なものとなっている。国際海事局によれば2008年に人質になった船員は約580名に及び保険料率の引き上げやソマリア海域を通過する。 船舶への船員の乗り組み拒否、時間と輸送費の重む希望本周りへの迂回などが起きている。世界金融危機に橋を発する世界的な景気交代と相まって海運業界にも影響が出ている。海賊は主に AK-47 など、小銃や携帯型ロケットランチャーで武装、高速ボート数船で貨物船、タンカーを襲撃し乗っ取りをしている。 速度が出るように改造された小型の漁船が用いられることもあるため漁船と海賊の区別がしにくいと言われる上に拘束された際に海賊が漁師を自称することもある。海賊事案の発生状況は海上保安庁が発する航行警報により知ることができる。2008年6月と12月に国連安全保障理事会で決議がなされたことを機に多くの国が 船舶警備のために海軍艦艇を派遣するようになり、海賊を武力鎮圧する事例が増えた。2009年3月以降、各国が派遣した警護艦艇がアデン湾に多いため、海賊による被害がアデン湾海域からインド洋西部海域に移動しつつある。インド洋西部に海賊の行動範囲が広がった影響で、2009年頃からはこの海域で、 マグロ漁を行っていた台湾や中国の漁船が海賊に逮捕されるようになった。2013年4月にはソマリアの海賊による海運保険料率の引き上げ、民間による警備費、警備のための各国の軍事費の増加などにより世界貿易コストが180億ドル押し上げられており世界銀行の報告書ではソマリアの政治システムを支援して 海賊の根絶する必要があると報告されていることが報道された。2013年頃からソマリア沖及びアデン湾での海賊発生件数は激減し、2014年以降は目立った被害も発生していない。2017年3月13日、数年ぶりにタンカーが乗っ取られる事件が発生し、2012年、 以来の大型船舶の被害として報道された。タンカーを乗っ取った海賊に対して、プントランドの海洋警察が説得を行い、同月16日までに、タンカーとスリランカ人乗組員8人が、解放されている。また、清村の社長である、木村清がこの海域が、木肌マグロの良い漁場であることに目をつけ、海賊らをはじめとした現地の住民に漁船を与えた、上で、 マグロ漁の方法を教え、さらに、ソマリア国内に、マグロの流通設備を整えた結果、海賊から、マグロ漁師などへの転向も進んだ。しかしながら、ソマリア、イエメンの EEZ で、イランの大規模な違法漁業が行われたり、隣国では、イエメン内戦が勃発するなど依然同地は、多くの問題を抱えており、2020年に至っても5月17日や電話で、 英国籍ケミカルタンカーが襲われるなど、未だ根絶には至っていない。ソマリア海賊の脅威度を示した、地図打破された海賊の船海賊たちはもともと漁業に従事していた漁民であったものが多い。モハメドシアド・バーレ政権時代には、欧州や日本がソマリアの漁船や漁港の整備に対して援助を行っていた。マグロなど、ソマリア船の漁獲のほとんどは、 魚を食べる習慣の少ないソマリア国内ではなく、海外への輸出へと回し、外貨獲得の手段としていたが、1991年のバーレ政権崩壊後は、内戦と機能しない、暫定政府が要因で魚の輸出が困難となった。さらに、管理のされていないソマリア近海に外国船、特に欧州の船団が侵入して、 魚の乱獲を行ったため、漁民の生活は一層困窮した。1990年代に軍部と欧米の企業が結んだ沿岸に産業廃棄物の投記を認めるという内容の条約に基づき、産廃が投記されるようになる。その中に他では処理が難しい放射性物質が多量に含まれていた。 ため漁師を中心とする地域住民数万人が発病地域住民の生活を支えていた漁業もできなくなったこの結果困窮した漁民がやむなく自ら武装して漁場を防衛するようになり一部が海賊に走ってそれが拡大したものとする分析がある一方で高速船の使用武装の程度訓練状況に見られる海賊の対応は 漁民の困窮とかけ離れたものであり、最初から武装集団が海賊を始めたという意見もある。この見解によれば、海賊は元漁民であるとされ極めてよく組織化されているが、元々はプントランドの有力士族がイギリスの民間軍事会社ハートセキュリティ社の指導の元で創設された施設会場警備隊の構成員であるとされ、 この組織がアフガニスタンから流入する麻薬や消火器を、パキスタンから地方から、インド洋、ソマリアを経由し、他のアフリカ諸国やイエメンに対して密輸しており、この密輸組織がやがて海賊化した経緯があるという。2005年頃から海賊に乗り出す組織はあったが、2007年以降海賊行為の成功率の高さと、 身代金の高さに目をつけた漁民らが組織的に海賊行為を行うようになり、地方軍閥までが海賊行為に参入し海賊たちから利益を吸収している。ソマリアの海賊たちには内戦に関わる政治的動機やイスラム過激派などの宗教的動機は見られず、物資欧州や殺戮ではなく人質の属する船会社などから身代金を取ることが 主な目的である。海賊たちは人質に銃を突きつけるなどの荒々しい行為を行うこともあるが、金銭と交換可能な取引材料である人質に、対しての暴力や虐待などはない。海賊は、2008年時点では人質に、パスタや肉などの食事を与え一応生命を保障しており、タバコや酒などの嗜好品も与えている。2008年4月に、 フランス軍が制圧した海賊のヨットからは人質に対する虐待や強姦を禁じる規則書が発見されている。ソマリア海賊を監視している東アフリカ船員援助計画によれば2008年時点で最低5つの海賊団と1000人の武装したメンバーがこの地域に存在する。海賊団内部では海や船を熟知し船の操縦ができる元漁民が 海賊のリーダーとなり、下記の扱いに慣れている元民兵が襲撃を担当し、GPS などを使える元技術者が機械を担当しているとされる。武器の調達はイエメンからの輸入も行うが、モガディシオ氏などソマリアの国内に溢れている武器も集めている。船会社からの身の代金は、ベイドル紙幣で受け取っており、ヘリコプターから包みに入れた紙幣を指定海域へ投下する。 紙幣を防水スーツケースに入れて、小舟で流す、投下された現金の横取りを防ぐため、身の代金受取専門業者が、海賊の元まで運ぶ、などの方法で受け渡しがなされる。エイルなどソマリアの海岸の町には拘束された、貨物船などが停泊させられており、市内には海賊を相手にする会計士、運転手、建築業、人質への食事供給業者など様々な、 サービス企業が成立している。海賊らは、身の白金で豪邸を建て、その暮らしぶりは、現地の憧れとなっている。武装した海賊の往来や酒の消費の増加で、港周辺が物騒になり、住民の生活が脅かされる一方で、内戦後失業状態になっていた住民にとっては、海賊周辺ビジネスで、大きな収入を得る恩恵に預かっている。他方、 海運業界周辺には、海賊と船会社などの間で、人質解放交渉と、身の代金値切り交渉を行う警備会社、海賊被害に対して、交渉費用や、身の代金などをカバーする保険を提供する、保険会社も登場している。2008年11月22日には、ソマリアのイスラム法定会議参加のイスラム、原理主義勢力の一派が、 海賊に乗っ取られたサウジアラビア籍タンカー、シリウススター号の救出に乗り出す事態に至り、海賊と原理主義勢力の間で対立も起こっている。各国が自国の船舶による通商貿易を保護するため海軍を派遣しており、海賊との海戦が頻発している。各国海軍は海賊に対し圧倒的な軍事力を有しているものの、 国内の法整備が不十分であり、海賊を討伐するまでには至っていない。米海軍のイージス艦と交戦した、ソマリアの海賊船200年年年2008年2009年2009年2008年2009年日本の対応としては、自衛隊の派遣、及び周辺国への海上警備力の強化に重点を置いている。自衛隊は、陸海空の部隊を、ソマリア沖及び、 ジブチなどの周辺国に展開している。また、イエメンの要請に応じ、巡視船や、巡視点を供与する方向である。2008年2009年他国籍からなる、第150合同任務部隊左からドク、F213 アウクスブルク、日 DD-106 サミダレ、ニュージーランド、F-111 テマナ、日 DDG-175 妙高。 E, f 5 7 3ッ個スペイン f 8 3八十三ヌマンシア米 c g 5 5 0テガルフ日 a o e 4 2 2十二 a d a 米 DD-985 カッシング以下の、派遣状況は2009年時点のものである。ソマリア沖のもう一つの海賊行為日本語、字幕付けデモクラシーナウ。ジャパン。ありがとうございます。